から、また牧之原入って、でちょっとあれ荷台片付けて、荷台片付けるというか荷台積みの準備をして、で向かっていきたいと思います。とりあえず今日は港に向かいます。あ、それナビ合わせてね、ナビ合わせてね、ちょっと今の信号待ちの間に頑張れ、なんとかなるやろ、行け。ああ動くか。寒いっすわ、外で、最初この格好で外出ようと、あ、違うな最初ちゃんと上着着て出て、寒くて、わー寒い寒いと思って、で、途中で動いてたら暑くなったんで脱いで、そしたらちょっと一時待ちの時間があって、ちょっとなんかじんわり汗かいとったところに、ちょっと待ってね、汗かいてるところにこの何寒さでもうすげえうおーサビーってなってこれ本当ちゃんとここで均等風邪ひくなと思って、そこでちゃんと来て、ちょっと本当に体温っていうか調節しんと風邪ひきますね、マジで。なんか上着着た時にあったけーと思いましたもんねこれ体めっちゃ冷え切っとるやんと思って、やばいやばい、本当に風邪ひいちゃうのあんなことやったら。さてとりあえずこれで下ろしたで OK で、今日下ろしたところは来週か再来週かどっちかにもう一回あるはずなんですけどね、その時は積みが1箇所がいいな2箇所やとやっぱね運行時間結構大変になるな。から荷台片付けて、で向かっていっても結局もうお昼になっちゃうので、荷台片付けてちょっと買い物とかしてゆっくりしてから向かっていこうかな、まあ、ゆっくりしてって言ってもそんな、ね、休んでいることはできないですけど、なぜまだ積み地まで距離があるので、久しぶりな感じがするな、なんか雨っていうのが。はい、ボケて待っとるだけか
で売れてる。家が建つんですね。すげえな。家の基礎とかってすげえ、なんかあの基礎だけ見るとすげえ小さく見えるんですけど、家が建つと結構でかいんですよね。でもあの基礎ででっかいな、これでっかい家建つそうやなってやつは相当でかい家が建つってくるぐらいですもんね。基礎ってだいたい小さく見えますもんね、すごく。別にどうでもいいか、そんなこと。さあ、そこの吉田インター、別から乗っかります。風がきつくて、ほんと発泡とか、あの段ボールを間に挟んでたんですけど、段ボールとかも飛んでくし、大変でしたね今日は。一応発泡とかなんか抑えながら、あの上に重ししながらやってたんですけど、やっぱ風ある時ほんと大変ですわ。
ける時雨やまんかな。嫌やな雨が降っとるの。とりあえずもうあと7キロぐらいで牧之原サービスエリア着くんで、とりあえずそこで荷台片付けて。去年牧之原であの紅葉の時にあそこでちょっと写真撮ったんですけど、割とあの写真はお気に入りで結構いい感じで撮れてるんですけど、今年もなんか撮れたらいいなと思って。
片付けて、コミの続報やらを見ながら行きましょう。でもちょっとずつ色が変わってきてますね、葉の色がね。ちょっと黄色みがかってきてるもんね。いいねいいね、これもうちょっとしたら本当に紅葉楽しめるよ、ここも。さてちょっとね、荷台片付けてきますね。では行ってまいります。はい、とりあえず片付けと買い出しとは終わったので走っていきたいと思います。おっしゃ、行きましょう。このゴミなんだよこれ。マジですごいなこれは、ゴミを捨てていくのは異常やよな。こんだけ他ってあるのね、さすがに。なのかななんて思ってた。
ったけど、まあこの先なんかね、事故渋滞の情報も入ってるんで、渋滞4キロぐらいになってた、かな。ちょっと気をつけてね、走っていきたいと思います。
じゃあちょっとね行っていきたいと思います。まあ今日の動画はこの辺で終わりになるかもしれないんで、また次の動画でお会いしましょう。見守りありがとうございました。バイバイ。